えー、今日は睡眠の、えー、放送をやります。はい。睡眠の質を上げるとなんで人生いいことが起きるかっていうと、実はね、寝るって最強の薬なんですよ。もう一回言いますよ。寝ることは最強の薬です。はっきり言ってしまうと。睡眠を極めると、今のこう、あの、現代人たちっていうのは、睡眠が足りないことによってイライラしちゃって人間関係損したりとか、 睡眠が足りないせいで、あの、いろんな問題が起きたりとかしてるんですよ。例えば、収入と睡眠の関係で言うと、やっぱり睡眠をしっかり確保してる人の方が、収入も高くなりますし、ミスも減るわけなんですよね。だからね、はっきり言って、お金がいいんで睡眠時間削ってますっていうのは、あの、お金がないんで僕稼いだお金は全部、宝くじに投資してるんですって言ってる人と同じぐらい愚かな行為なわけですよね。はい、宝くじの場合だったらまだ当たるけど、睡眠の場合は削っても当たらんからね。はい。 っていうところなんですよ。え、一番最初に今日の研究はですね、2017年、ナショナルスリープ、ナショナルスリープファウンデーションが行った研究です。そもそも睡眠の質って何なのってことをですね、まあ、あの、まとめてくれたというもんですね。はい。や概要欄に参考文献入れるの忘れてんな。まあ、あの、後入れておきます。はい。でね、実は、これびっくりするんですけど、今まで睡眠の質が大事って言われてたんだけど、エビデンスに基づいた睡眠の質の定義って、ちゃんとなかったんですよ。 ほんとつい最近までは。で、それをまあ一応定義してくれたというものなんですね。で、まあいろんな研究を見てみると、えっ、ー、と、睡眠の質をですね、定義するためには、3つの要素が大事だよと、いうふうにまあ言ってるんですね。3つの要素が大事と。はい。えー、つ目はですね、入眠線時,時が短いです。入眠線時が短いことですね。入眠線時の線は潜水艦の線です。これ何かっていうと、寝つくまでの時間です。簡単に言うと。これ寝つくまでの時間のことを入眠線時って言うんですよ。はい。 で、この入眠戦時が短いことが大事なんです。が、これを言うとですね、いやー、わかる。俺も、布団入って目閉じた瞬間に寝てるからね、俺の睡眠の質は完璧だって言って思うんですけど、これもダメなんですよ、実は。睡眠戦時には適正時間があって、5分から20分、布団に入って目を閉じて、5分から20分の間に寝れるというのが一番睡眠の質が高い状態なんですね。え目閉じた瞬間に気絶するように寝るのって、 ダメなんですかって人いるんですけど、それはね、寝つく時間が遅すぎるってサインなんですよ。要するに、人間ってエヴァンゲリオンみたいに活動限界がありまして、この活動限界を過ぎるとエヴァみたいに暴走はしないんですけど、活動限界を過ぎて眠りにつくと、スタンって寝れるんですよ。まあ、例えばじゃあ皆さん、徹夜した翌日考えてみてください。徹夜した翌日、布団に入った瞬間に寝落ちしますよね。ガクンって。そう。それ睡眠の質が高いって思います思わないよね。あ、寝れてなかったんだって思いませんそういうことなんですよ。5分以下の場合、 睡眠に入るまでが5分以下の場合ってのはこれどういうことかっていうともっと早く寝ろよって話なんですよ。そう。あなたは睡眠かけてないですよ。または寝る時間が遅いですよ。もっと早く寝てくださいっていう。だからもう気絶みたいなもんなんですよね。そう。だから5分以下はダメなんですよ。だから布団に入ってから2、3分で寝ちゃいますって人はやっぱりちょっとねもうちょっと早く寝た方がいいんですよね。まあ僕の感覚的には布団に入ります、寝ます、もう2、3分で寝ついてるな自分みたいな。そういうふうに思ったら睡眠時間を30分ずつ前倒しする。 そうで伸ばしていくんですよそう。例えば、皆さんが普段じゃあ6時間ぐらいで目覚めるなと、で確かに布団入るときにストンと寝れるし、特に問題感じないと思う場合は、それが5分以下だった場合は、30分ぐらいで睡眠時間をてください。だから、例えばじゃあ普段、えっと0時に寝るとしたら、それで2、3分でストンと落ちるとしたらですよ、したら30分早めてほしいんですよ、23時半とかに寝てほしいんですよね。でやっていくと、大体この5分から20分の間に収まる場所が来ます。したらそこがツイートスポットと。 いうことです。はい。えー、というわけで一つ目が入眠戦時が短いことです。5分から20分の間に収まっていること。これが大事ですね。では二つ目です。はい。え二、ー、つ目のですね、睡眠の質を測るための方法は何かというと、二度寝の回数が少ないことです。二度寝の回数が少ないことですね。はい。これどういうことかというと、これ小さい子供から、もう高齢者まで、まあ、年齢によってね、あの、睡眠の質とか睡眠の時間っていうのは、まあ、あの、決まってるんですよ、最適な時間っていうのが。はい。えーと、それこそ、 なんか、ま、例えば、じゃあ、じゃ、変な話、ちっちゃい子供とかだったら、1日14時間とか寝なくちゃいけないとかあるわけですよ。でも、年を取ってったら、だんだん睡眠が短くなってきたりとかはするんですけど、ただ、睡眠の質を測る場合に、もう小さい子供か,から高齢者まで、もう年齢に関係なく共通事項で、睡眠の質が高いと言われるのは、二度寝が少ないことです。はい。だからもう一週間とかでも一回起きるんだけど、もう一回寝たいなと思ったりとか、二度寝しちゃったりとか、っていうのが、あの、少ない。二度寝したいという欲求も出ないぐらいになってたら完璧です。 はい。これが二つ目のポイントですね。はい。まあ、これはね、結構ね、あの、測り方が難しいんですが、なぜかっていうと、皆さん普通に仕事行ってる場合には、決まった時間に起きて決まった時間に行かなくちゃいけないから、なかなか難しいんですけど、指標としては、連休中どうでした二度寝しませんでした休みの時二度寝してませんいや、休みの日はしちゃうんですよねって人は多分足りてないです、これ。はい。睡眠の質がちょっと悪くなっている可能性がありますね。休みだけじゃなくて、普段も悪い。普段も悪いから、休みの日に、その、後ろに、 予定というか、会社に行かなくちゃいけないみたいな、あの、用事がない場合は二度寝しちゃうわけなんですよね。はい。これは二つ目の、えー、睡眠の質に関するポイントでございます。はい。えー、で、三つ目。はい。三つ目の睡眠の質を測るための方法、ポイントが、深い睡眠が取れていると、はい、いうことです。深い睡眠。はい。この深い睡眠って何かというと、まあ、簡単に言うと、自分の主観として、あ、自分はぐっすり眠れてるな、よく眠れてるなって感じていて、で、布団から起きた時に、体の疲れが取れたっていうふうな、 その感覚があるかどうかですね。寝る前に比べて、あ、スッキリした疲れが取れたわって思うかどうかということが原因です。だから起きた時になんか体が疲れたりとか、あと人によっては、いやなんかさ、寝るのって疲れるんだよねっていう人ときできませんだから俺起きちゃうんだよねって言ってる人。つまり寝る前は元気なんだけど、朝起きると体が痛いとか、なんかちょっと肩重いなとか、でも起きるかって起きてしばらく行動すると体の疲れがなくなる人とかいますよね。で、こうすると、こういう人って昼寝は好きなんだけど、 昼寝とかね、あの、電車の中で寝たりとかいくらでもできるんだけど、夜寝れないみたいな人っているんですよね。朝起きてから疲れたって言ってる人。まあこれは睡眠の質が悪いってことです。だからまあ人間ってあのレム睡眠とノンレム睡眠ってあるんですけど、あの、まあ、レム睡眠は実は大事なんですよ。レム睡眠も大事なんだけど、睡眠の質の高さとは実はあんまり関係がないので、はい。まあ睡眠ってのはノンレム睡眠とか、まあ、深い睡眠の方が、 まあ、睡眠の質点では非常に重要なえわけなんですよね。要するに、深い睡眠っていうのは、ノンレム睡眠がちゃんと取れてるからです。はい。でも、ノンレム睡眠がちゃんと取れてると、ぐっすり眠れてるっていう感覚が強くなって、え起きた時に、えー、体の疲れが取れてる感覚になるってことですね。逆にノンレム睡眠が少ないと、 あの、深い睡眠がちゃんと取れてないと、疲れ取れないんですよ、肉体の疲れが。じゃあですね、続いての研究はですね、2021年に行われた研究ですね、睡眠の質と量、どっちが重要なのってことを調べたって結構珍しい研究です。はい。それはね、量も質も大事なんだけど、もちろんね。はい。どっちが大事なのっていう、どっちの方がインパクトでかいのってのを調べたっていう、そういう研究ですね。はい。で、じゃあ、これ一つ目のポイントです。はい。あの、そもそもこのね、量と質、どっちが大事なのって言っている時点でもう終わってるんですよ。本当は。 なんでか説明します。例えばさ、よくさ、こういう質問でくるじゃないですか。ライブさんは、女性を、を好みの女性はのタイプは、外見重視ですか中身重視ですかって聞いてくるやついるじゃないですか。お前何なんだって話ですよね。あれでいつも思うんですけど。はい。で、いや僕はね、あのまあ、あの割とほら、 あのね、あのー、顔立ちはスッキリしてる感じで、なんかこうね、腹筋が壊れてるというか、まあ、縦に線が入ってるぐらいのこうくびれが綺麗な女性が結構好みですよと、とか言うと、見損ないました。大悟さんは内面を見る人だと思ってました。ふっみたいな感じのことを言う人いるんですけど、いやいやいや、お前外見も内面もいい方がいいに決まってんだろって話で。そう。つまり、睡眠の質と量の問題もここに実は該当します。はい。どっちが大事ってのないんですよ。で、これを言うと、 みんなでも、形にならないものを求めるんですよ。例えば、睡眠の量が大事ですって言われても、いや、とはいえでも1日8時間とか9時間は寝れないんですよ、みたいな人いるじゃないですか。そうすると、じゃあ、必要重視して6時間でいいかなと思っちゃうんですよ。で、これが、ダメなんですよ。みんな。なんでかっていうと、睡眠にまつわる、まあ、一般の人が持ちやすい誤解というか、考え方があるんですよ。誤解があって、これ2つあるんですよ。1つ目、多くの人は、必要最低限の睡眠を確保できれば OK だと思ってる。 大体いいよく言われるのはさ、睡眠時間は6時間を取った方がいいですよとか、7時間半ですよとか、ね、いろいろ言うじゃないですか。これ最低限の睡眠時間なんですよ。みんなが考えてる睡眠時間っていうのは、最低限のラインなんですよ。そう。睡眠不足が起きちゃうのは、特に日本人もそうですけど、多くの人の睡眠不足が発生するのはなんでかっていうと、そもそもね、最初から目標がおかしいんです。睡眠時間の目標が最低ラインを狙ってるんですよ。だから睡眠の質が極限に高くて、 極限に高くて、普段よく眠れてる人が、まあ、ギリギリこの時間、一時的にこの時間眠れれば、OK だねってラインをみんな狙うんですよ。6時間とか七時間とか。はい。で、二つ目の誤解です。二つ目の誤解は、これみんな言うやつですよ。質が高い睡眠をとれれば、睡眠時間は短くしてもいいって思ってる。短くなると。はい。つまり睡眠が大事だっていうふうに考えながらもみんなね、 あのー、もっと時間を余らせたいというか、もっと時間があればっていうふうに、あの、思っちゃうんですよ。そう。で、今はまあそのコスパとかタイプが重視されるのって、まあ、全世界的に人間がこんなに寝ていない時代は初めてっていうぐらい、あの、人の睡眠時間って減ってるわけなんですよね。はい。で、結論から言うとですね、あの、短くできません。はい。嘘です。結果的に短くなることはあり得ます。でも、短くしようとして短くなるものではないです。で、どっちか選べって言われたら、 時間か質かなんですけど、どちらかといえば睡眠の質の方が重要です。はい。これなんでかというとですね、あの、睡眠の質がじゃあ大事になってくると、で、今ね、いや、睡眠の質を上げてても、睡眠時間削っちゃダメだよって言ったにもかかわらず、睡眠の質の方が大事ってなんで言うかっていうと、あの、睡眠の質が大事なのは、睡眠時間が長くても、もし睡眠の質が低かったら、ぐっすり眠れたなっていうふうに人間で感じないんですよ。で、これがメンタルのダメージとかをもたらすんですよね。人間って結構面白くて、あの、よくさ、 いや、私全然寝れないんですって言ってる人とかを調査した研究があるんですけど、これね、実は寝れてるんですよ。ちゃんと睡眠質も高いし、睡眠時間も取れてるのに、私は不眠症なのよと。私全然眠れないんだわって思い込んでると、睡眠の満足度が思い込みで下がるんですよ。で、こういうことが起きると、あの、ぐっすり眠れてるっていうふうに感じれないんで、あの、睡眠不足と同じ症状が出たりとかするので、睡眠ってね、かなりね、メンタル的な、 問題とかもあるんですけれども、まあ、今言ったみたいに量が質かって言われると、質が大事ですよと。長い時間眠ったところで、やっぱり質が低かったりとか、今言ったみたいな変な思い込みがあると、眠れたっていう感覚にならないわけなんですよね。では、えー、ここから先はですね、じゃあ具体的に何していけばいいのっていう話を9個ぐらい紹介します。はい。あのー、睡眠を深くする方法、まあ、ディープスリープですね。深い睡眠を増やすための習慣を今日は9つご紹介します。はい。で、これはもう全部やって,おいてください。できたら。 全部習慣ができると、もっと勝手に寝れるようになります。はい。い私全然寝れなくて、とか、いや、起きちゃうんですよね、とか、もう大丈夫です。これ全部やってください。全部やっても、全部一気に習慣がするのは難しいから、一個ずつでもいいんですけど、やっていくと、あの、もう、なんだろう。なんで自分はもっとこれ早くやんなかったんだろうと思いますよ。すっきり寝れることというのは、その、深く眠れるということは、それだけで人生のいろんな問題が解決しちゃうんで。はい。という感じですね。 というわけで、じゃあここから先のですね、この気になる睡眠の質の高め方に関してはですね、B ラボの方でやっていきたいと思います。はい